プリキュアとか見る、プリキュアとか見るね。プリキュアのまたかよって思うかもしれないんですけど、プリキュアの新作の、新作のプリキュアなんて名前だったっけ。デリシャス、デリシャスだったっけ。またショタか。違うって、だからショタじゃないって、少年だから、少年。そうそう、デリシャス、デリシャス、デリシャスに出てくる男の子がかわいいマジでかわいい、ほんとにかわいい。名前忘れちゃった、何くんだったっけ。やい、ショタコ。ショタコじゃないの、ちょっと見てみて。あれショタじゃなくて少年だから、よく見たら、よく見たら。そう、何くんだったっけ。あれ検索してみんな。ショタくん、ショタくんじゃねえって。たくみくん、たくみくんかな、なんかたくみくんな気してきた。たくみくんかも。めちゃめちゃかわいい。でもね、私が一番ね、最強だと思ってんのは、リオくん。プリキュアアラモードだよね。に出てくる、プリキュアになりたかった男の子。いや、あれさ、ほんとにさ、悲しくてさ、もういいじゃんって思ったよね。なんか男の子がプリキュアになったっていいじゃんって。犯罪はやめてね。なんかね、よく言われるんですわ。ショタ好きなの、犯罪やめてね、みたいな。そんな現実世界の少年とかショタにはそんな興味ないですから、あんたたち。わかる？あんたたちさ、だからさ、なんて言ったらいいんだろうね。例えばなんかさ、ちょっとエロゲなさ、ラノベ系アニメとかあるじゃん。あれ見てさ、犯罪起こさないでねって言われてる気分だからね、こちら。違うから、動揺してる、してないからしてないから。ちょ、分かってちゃう。動揺のミスじゃないよ、これ怒りのミスだから、これ。もういいわ、置いちゃおう。こうしょ、よ、スイちゃん、俺は分かってるよ。やべえ、全然分かってなさそう全然分かってなさそう